4の5墓場の支配者、幽霊船長を、やっていくよ。生身でも普通の攻撃が通じないボスがいましたね。早速ピンチなんだが、傘よりも蹴りの方が良さそうだ。ああ、もったいない。さっきのはしゃがみでよかったな。欲張りすぎたか。あ。立ち上がるの早かった。今の動き良かったな。今のはもったいない。不平。さて、ノーカットってことはそういうことだよ。船長の動きは読めているのだよ。地上での蹴りよりもこちらの方が安定する。
よし、追い詰めた。危ねえ、ギリギリで勝てた。犯人の目星がついたところで、とりあえず今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。